ご視聴ありがとうございます。今回は、ハドソンのファミコン参入について、ご紹介します。おお、ハドソン懐かしい。ハドソンといえば？桃鉄とかガンゲリングベイ？ハドソンは、桃鉄などで有名なゲームソフトメーカーなんだけど、実は、ハドソンは、日本で初めて、パソコン用のソフトウェアを、販売したり、シャープのパソコン用のベーシックの、開発や、X68000 の OS である、9068K を、シャープと共同開発したり、そして、任天堂のファミコンに、一番最初に参入したサードパーティーでもあるんだよ。ハドソンは、高い技術力で、任天堂や大手のゲームメーカーからも、一目置かれる存在だったんだよ。そうなんだ。ということで、ハドソンがどのようにして、ソフト開発の技術力を、蓄積し、いかにしてファミコンに参入したのかを、ご紹介します。ハドソンの始まり。ハドソンの創業は、熱狂的な鉄道ファンであった、工藤社長が、蒸気機関車の写真販売などを始めたことから、始まるんだ。そして、アマチュア無線好きでもあった、工藤社長は、その後、事業を転換して、CQ ハドソンというアマチュア無線の、販売を始めたんだ。この頃のハドソンは、鉄道好きやアマチュア無線家が、集まる、小さなお店だった。ちなみに、ハドソンの企業マークには、アマチュア無線が好きだった、工藤社長の思いが込められている。アマチュア無線の免許番号は、エリアごとに定められていて、北海道は、8、だったんだ。だからハドソンの企業のマークも、8なんです。それで8だったんだ。ハドソン、パソコンソフトの発売を、始める。ハドソンは、まだ小さなアマチュア無線の、お店だった頃、1978年に、家電メーカーのシャープが、MZ80 というセミキットパソコンを、発売するんだ。この頃、パソコンはまだ黎明期の時代。コンピューターは、数百万円もするため、大企業などでしか利用することができなかった。個人で、自分だけのコンピューターを、持つことなど、夢のまた夢だった時代。そこへ、低価格なコンピューターが、自宅で遊べるようになるという夢を、実現できる、MZ80 に、ユーザーは、飛びついたんだ。シャープの MZ80 は、大ヒット商品となり、MZ80 は、後に発売された、NEC の PC8001 と、市場を二分する、人気パソコンになるんだ。MZ80 の大ヒットで、シャープは、1980年代に、NEC と富士通の三大メーカーの一角として、パソコン市場を賑わせることになるんだよ。ちなみに、この頃はパソコンではなく、マイコンと呼ばれていました。この動画では、わかりやすくするために、パソコンで統一させていただきます。よろしくお願いします。ハドソンの工藤社長。アマチュア無線の販売だけでは、経営が立ちいかないな。何か新しい事業を探さないと、会社が潰れてしまう。何か面白いものないかな。そんなある日、工藤社長は、何気なく、パソコンの雑誌を読んでいると、ある記事が、目に入ってきたんだ。何々、アメリカでホビーパソコンのブーム？パソコンねえ。これは、面白いかもしれないな。ちょっと、アメリカに行って、パソコンブームがどんなものか、見てみよう。こうして、パソコンに興味が湧いた工藤社長は、早速、アメリカへの視察旅行に、出かけるんだ。アメリカで、パソコンブームを目の当たりにした工藤社長は、これは、日本でもパソコンブームが来るのでは？よし、パソコン販売を、始めてみよう。ん？そういえば、パソコンを販売するなら、ソフトウェアも必要だよな。工藤社長は、日本でもアメリカのように、ホビーパソコンがブームになると、予想して、パソコンの販売だけでなく、ソフトウェアの制作や販売まで、手掛けるようになるんだよ。ハドソン、ゲームソフトの制作を、始める。ハドソンは、アマチュア無線の店から、パソコンを販売する店に変わり、すると、パソコンの興味を持つ人たちが、札幌中から集まり始めたんだ。当時は、まだインターネットもない時代。パソコンの情報収集を、するには、パソコンショップに、足しげく通って、ショップの店員さんや、お店に訪れるパソコンユーザーと、仲良くなることで、パソコンの知識を高める。そういう、時代だった。そして、ハドソンは、パソコン好きのユーザーが集まる、パソコンの情報中継基地に、なっていったんだよ。やがて、パソコン好きの人たちが集まり、ソフトを作り、それを発売するようになるんだ。ハドソンは、パソコンのハードだけでなく、ソフトを制作して、販売するお店になっていたんだ。当時は、まだ札幌市内の小さなお店に過ぎず、広告宣伝もさほどしていなかったため、知る人ぞ知るお店という状況だったんだ。この頃から、将来ハドソンの社員となる人材も、集まってくるようになる。ショップに、札幌市内の学生やパソコンマニアの溜まり場となっていた頃、ハドソンにやってくる一部の、ユーザーが、
アルバイトとして自らソフトを開発し、それらのソフトを店頭で販売するようになると、その中から、ハドソンの社員になる人材が、現れるようになるんだ。ちなみに、ハドソンでアルバイトを、していた、中本慎一さんは、後に、エースプログラマーになり、その後、ハドソンの役員になるんだよ。お、中本さん。ハドソンに、サンタクロースがやってくる。アマチュア無線の店から、パソコンショップに鞍替えしてからも、ハドソンは、いつ潰れてもおかしくない状況だった。ハドソンの工藤社長。パソコンショップに転向したとはいえ、なかなか資金繰りが苦しいな。お客さんは、たくさん来てくれるとはいえ、札幌の小さな店だからな。まさか、全国にパソコンショップを、展開するわけにもいかないし。なんか、日本全国にパソコンソフトを、売れるようにできないかな。工藤社長は、ふと、目の前にある、パソコン雑誌の月刊マイコンが、目に入ったんだ。月刊マイコン。月刊マイコンって、そういえば全国で売られている雑誌だよな。全国で販売されているってことは、全国のパソコンファンが、読んでいるということだよな。そうだ、月刊マイコンに、パソコンソフトの広告を掲載するのは、どうだろう。そうすれば、パソコンソフトを、少ない資金で、全国に販売できるかもしれない。ということで、工藤社長は、月刊マイコンに、ハドソンで販売していたパソコンソフトを、広告掲載してみることにしたんだ。そしたら、これが、大当たり。大当たり。日本全国から、パソコンソフトを求めるパソコンユーザーから、注文が殺到する。この頃、パソコンはまだ黎明期の時代。ユーザーが、パソコンソフトが欲しい場合は、自分でプログラムを書かなければならなかった時代なんだ。だから、ハドソンが、パソコン雑誌でソフトを販売したことは、パソコンユーザーにとって、願ってもないことだったんだよ。この時から、ハドソンは急成長を、迎えることになるんだ。ハドソンのお店。工藤社長、郵便局員さんが来ましたよ。おお、サンタクロースさんが、今日も来たか。この頃、パソコン雑誌に、広告掲載したハドソンの、ソフトを注文する場合、パソコンユーザーは欲しいソフトを、ハドソン宛に、現金書き留めで送ってくる仕組みになっていたんだ。そのため、郵便局員が、毎日のように、現金書き留めの詰まった、白い袋を担いで、ハドソンのお店にやってくるようになったんだ。当時のハドソン社内では郵便局員を、サンタクロース、と呼んでいたんだ。この頃から、ハドソンは、お店にやってくるパソコンファンが、社員になり、腕の立つプログラマーへと、成長していくんだ。そして、ハドソンは日本でも最古の、ソフト会社の一つとして、着実に、ソフトウェア開発の技術を、身につけていった。ソフト開発会社のハドソン誕生。しかも、ハドソンのソフト開発は、シャープの MZ シリーズから始まったので、シャープと仲が良かったんだ。それで、ハドソンは、シャープとの関係が親密になっていくんだよ。ハドソン、シャープとの共同開発。ハドソンは、ゲームソフトだけでなく、それ以外のソフト開発もしていたんだ。シャープのパソコンの MZ シリーズでは、ベーシックプログラムが書ける、ヒューベーシックを開発するんだ。他社の製品より、高性能なヒューベーシックは、パソコンユーザーから大好評。ヒューベーシックは、大ヒット商品になるんだ。ヒューベーシックの成功などもあり、ハドソンの高い技術力に、目をつけたシャープは、ある相談を持ちかける。ハドソンとシャープの打ち合わせ。シャープのパソコン開発担当者。ハドソンさん、わざわざご足労を、おかけして申し訳ございません。いえいえ、こちらこそお時間をいただきまして、ありがとうございます。それで、ご相談したいこととは、何でしょう？はい、実は、X1 という新しいパソコンを、開発中なんですよ。御社は、我が社の MZ シリーズで、多くのソフトウェアを開発いただいております。いえいえ、シャープさんあっての我が社ですから。ありがとうございます。今度の X1 の開発では、御社のソフト開発のお力を、お借りしたいと思っているんですよ。我が社の、ソフト開発の力を？はい、御社のユーベーシックは、ユーザーからの高い支持が、終わりだと思うんです。それで、現在、開発中の X1 では、御社と我が社とで共同開発を、していただきたいんですよ。いやー、わかりました。シャープさんとの共同開発は、我が社にとってもありがたいことです。ぜひ、よろしくお願いします。こうして、ハドソンは、シャープと共同で、X1 シリーズ用のベーシックであるヒューベーシックの、開発を始めるんだ。ちなみに、1987年に、発売される、シャープの名機である、X68000 でも、ハドソンは、OS の 1068K を、シャープと共同開発してるんだ。シャープとの共同開発、すごい。
このようにして、ハドソンは、パソコンゲームだけでなく、ベーシック言語などのソフト開発も行い、会社の規模を大きくしていったんだ。それ以降、パソコンソフト開発で、高い技術力を発揮し、精力的に作品を、発表していくんだ。そして、ハドソンは、日本を代表する、パソコンソフトメーカーの一つとして、認知されるようになるんだ。だけど、日本で圧倒的な人気があった、NEC の PC、8000では、ソフト開発を、していなかった。そのため、ハドソンの名前は、当時のパソコンのライトユーザーにはあまり知られていなかったんだ。死ぬ人ぞ死ぬ、ハドソン。そんなハドソンに、大きな転機が訪れる。シャープからのファミリーベーシックの、開発依頼。そんな1983年、ハドソンにシャープから、ある依頼が舞い込んでくる。シャープとハドソンの打ち合わせ。ハドソンさん、わざわざご足労をおかけして、申し訳ございません。いえいえ、お時間をいただきましてありがとうございます。それで、ご相談したいこととは、何でしょう？はい、実は、我が社のある取引先が、ベーシック開発の依頼先を、探しているんですよ。ほう。御社は、我が社の X1 シリーズ用のベーシックも、手掛けてくださってますし、豊富なベーシック開発の、経験をお持ちだと思うんです。そこで、御社に、我が社の取引先の、ベーシック開発をお願いしたいんですよ。そうですか、大丈夫ですよ。お任せください。ところで、その取引先というのは？はい、実は、任天堂さんなんです。シャープは、光線銃やゲームウォッチなどの開発で、任天堂と取引関係にあったんだよ。その後、ゲームボーイや、任天堂 DS などにも、液晶を提供するなど、任天堂とシャープは、親密な関係にあったんだよ。任天堂は、家庭用ゲーム機のファミリーコンピューターの、開発中で、その周辺機器としてキーボードでベーシックが、遊べる、ファミリーベーシックを企画していたんだ。それで、任天堂は、シャープ経由で、ファミリーベーシックの開発ができる会社を、探していたんだ。そうなんだ。ハドソンと任天堂との結びつきは、シャープが、任天堂と、ゲームウォッチなどの取引があることと、ハドソンの高い技術力が、生み出した、キューベーシックなどのおかげで、シャープと親密な取引関係にあったことにより、シャープが仲介者になって、任天堂とハドソンを結びつけたんだよ。シャープはのゴールドだね。こうして1983年、ハドソンはファミコンの周辺機器である、ファミリーベーシックの開発を、開始する。ハドソン、ファミリーベーシックの開発。ファミリーベーシックとは、任天堂のファミリーコンピュータの、周辺機器の一つで、ファミコンでも、ベーシック言語で、遊べるようにするものなんだ。ロムカセットと、ファミコン本体に接続するキーボードの、2点がセットになっているもので、任天堂は、当時人気のあった MSX のように、ファミコンでもプログラムで遊べる環境を、ユーザーに提供したかったんだよ。さて、1983年春に、いよいよ、任天堂からファミリーコンピューターの、開発機が、ハドソンにやってくる。ハドソンの開発スタッフ。任天堂さんから、ファミリーコンピューターの開発機が、届きましたよ。どれどれ、どんな開発機なんだ？ん？ PC8001 と、IO 拡張ユニットと、ファミコンエミュレータか。やけに貧相な開発環境だな。ファミコンのファミリーベーシック開発には、パソコンと、IO 拡張ユニットや、ファミコンエミュレータなどが、必要なんだ。最先端の開発環境で、パソコンソフトを開発しているハドソンには、任天堂から、送られてきたファミコンの開発環境は、ハドソンにとって満足のいくものではなかったんだ。ハドソンの開発スタッフ。NEC の PC8001 か。こんな、遅いパソコンでは、開発できないよ。そうですね。任天堂さんこんな遅いパソコンで、開発しているんですかね。こうなったら、うちのミニコンの、PDP で、コードを書くしかないか。プログラムは、ミニコンで開発して、そこから任天堂さんが送ってきた開発環境へ流す。こんな感じでどうだろう？それなら、なんとかなりそうですね。任天堂は、まだファミコンのゲーム開発については、手探りの時期だったんだ。パソコンソフトの開発経験が、豊富なハドソンは、数百万円もする、ミニコンの PDP を使うなど、最先端のソフト開発環境が、揃っていたんだ。ちなみに、ミニコンとは、ミニコンピュータの呼び名で、ミニコンの PDP は、アメリカの DEC が、1970年代に、開発した、ベストセラーコンピューターだよ。当時、IBM などが販売していた、数千万円するコンピューターより、低価格で高性能だったため、多くの企業や研究機関で、利用されていたんだ。だけど、ミニコンは、低価格といっても、一台数百万円もするコンピューターだったから、中小のソフトウェア会社では、高すぎて購入できなかったんだ。
ハドソンは、この当時、すでに最新のソフトウェア環境が、整う、数少ない会社だったんだよ。すごい、ハドソン。そして、ファミコンの開発環境も、整い、ハドソンは、ファミリーベーシックの開発を、開始するんだ。ハドソンの開発スタッフは、自前のヒューベーシックのソースコードを、利用して、ファミリーベーシックへの移植作業を、進めていったんだ。ハドソンの開発スタッフ。なんだ、このロム容量の小ささは。ファミコンは、ハドソンが開発してきた、パソコンソフトと比べて、ソフト容量の制限が、厳しいハードだったんだ。当時の、ファミコンのロム容量は、64KB しかなかったからね。ハドソンは、ロム容量の小ささに悪戦苦闘しながらも、ファミリーベーシックに必要なプログラムを、あっという間に、書き上げてしまった。開発が終わってからも、細かく仕様変更が、何度かあったものの、ファミリーベーシックは、大きなトラブルもなく、無事、完成したんだ。そして、ファミコンの周辺機器である、ファミリーベーシックは、1984年6月に、発売されるんだ。この時のファミリーベーシックの、開発経験で、ハドソンは、ファミコンに興味を持つことになるんだ。ファミコンのゲーム作るべ。今回はここまで。次回は、いよいよ任天堂からファミコンが、発売される。そして、ハドソンはファミコンへの参入を、決意することになる。ファミコン初の、サードパーティーの誕生。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。